から腕振りも力強くなって本当に粘り強さを感じます。やはりきつくなってから左方向です。なりましたが、はい、そういった走りを無理させてますね。はい、体現してると思います。およそ3キロ先、少し右方向です。少しね、腕振りが少しあの外側に向き始めて下に落ちてるので、まあ、苦しいと思いますね。今一番3位との差6秒です。
近くからめんどくさいね。行くのね。マラソンです。2022年の名古屋名物が初マラソン、学生新記録をマークしました。そして今年の名古屋で2回目のマラソン、6位に入りました。共に2時間25分台というタイムでしたが、この3回目のマラソン、オリンピック代表をかけた MGC、大学をきっかけに夢から目標に変わった大舞台。オリンピックについてそうコメントしてくれました鈴木優花。国立競技場が見えてきました。ここまで伸びる走りができる選手、後半でですね、この最後でなかなかいないですね。非常に期待できる選手だと思いますし、はい、あとはタイムがどのくらいが出るかですね。マラソンゲートに戻ってきました。はい、もう間違いなくもう自己ベストですね。この天候の中で雨も少し止んできてますし、およそ300m 先、深さ区間を右方向に。さあ、トラックが見えてきます。自己ベストは確実です。トップで国立競技場に戻ってきたのは第一生命グループ鈴木優花。次の信号は右方向です。その先に目的地を出線です。やっと見えないこのストライドは素晴らしいですね。この信号です。あと内山選手も来ましたよ。信号は足向かいの状態でね、ベースダウンせずに粘ってきたと思いますね。最後細田も来た。はい、細田選手も来ました。細田選手がそんなに追い上げてますね。鈴木はもう残り 400m を切りました。あ、でも大丈夫かな、まだ見えてない。でも見えてる。2位争いは細田選手がちょっと違いますね。どうでしょう、50m くらいか。細田選手がすごい勢いにしてますよ。細田が出てくる。もしかしたら内山選手が知らないかもしれません。後ろ、ああそうですか。細田の内山が見える。モニターを見た。先頭の鈴木はまもなく残り 200m、 一歩一歩足を運んで 40km を通過。雨の中の過酷なレースでした。いや、でも素晴らしいレースしましたね。さあ、フィニッシュラインを見た。一山は残り 300m を切ったところ、細田が迫ってきている。その差が迫ってきています。目的地が左側にあります。今の最後で違いますよね。2位に入ればオリンピック代表内定。細田はそのラインを追っています。そして先頭、鈴木優花、帽子を取った。2番に加わった。素晴らしい走り。3回目のマラソン、鈴木優花がオリンピック代表内定。めんどくせえな。一山が間もなく 100m、 残り 100m、 細田が追ってきます。一山がまた最後の選手もよくいっぱいいるんだ。2回仕掛けました。細田も粘りました。一山が逃げ切ります。パリオリンピック代表内定。全員諦めないというか全部力になりましたね。逃げ切りました。一山真央、鈴木優花と一山真央の2人がパリオリンピック日本代表内定です。そして松下選手も今勝ちましたね。